どうもマイルです。ニックです。はい、どうもどうもマイルです。そしたらですね、ここはブルックヘブンっていう町なんですけどね、ご存知の方はご存知かとは思うんですけども、ここのね、近く今公園があるんですけどね、でもね、その公園ね、ガラクタがね設置されてるんですよ、ガラクタが、これがね、またどうしようもないガラクタでね、もうそれがあることによってね、もうその公園のね、もう景観をもうすごくもう損なってるというね、もうとんでもない感じのもんなんですけども、とりあえずね、僕それまだ見に行ったことないんですけどね、ここまでちょっと近くまで来たんで、そのガラクタをちょっと拝んだのかいなということで、ちょっと行ってみたいと思います。はい、ほんまやったらあんまり見たないんやけどね、近いしね、来たこともないし、1回ぐらいは日本の皆さんにも紹介しとこうかなと、本当ね、雲国際ガラクタなんですけどね、もうこの辺ってね、ほんまお金持ちが多いね、いい町なんですけどね、もうそのガラクタのおかげでもとんでもないですよ。はい、いや本当ね、ハンクオブジャンクって感じだからね、はい、本当ね、もうアトランタの恥と言っていいぐらいやね、ほんまに、とりあえずそれ見に行って、今日は帰りましょうかね、もう着きますけどね、すぐもうそこなんで、一応GPS はセット式なんですけども、はい、ここですね、ここの公園です。これね、めちゃくちゃいい公園でしょう。ほら、ガラクタ見ましたか、ガラクタ。前見えるでしょ、ガラクタが。なんか後ろにおっさんおるから、ちょっとなんか行きにくいけどな。まあいいか。ヘイヘイドン。あのおっさんは関係ないか。よっしゃ。よっしゃ、じゃあちょっと見に行きますよ。ガラクタ。ご主人様、トツです。トツです。めちゃくちゃええ公園だけどね、野球場もあるし、広いしね、ほら、ガラクタね、バイク場、バイク場ね、ほら、ほら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 、これが彼有名なバイシッチョウね。わかりますよ、これね。
やっぱりいい公園でしょ、ここでも。あの手写真撮ってもらえますか、あのこのカメラで。シュールさん、oh, sorry for bother you, but can I take a picture with the statue? Thank you.写真撮ってもらいました、うんこ像と。いや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 、いやでもほんまね、こういい公園なんですよね、あのうんこさえなければいいとこなんですけどね。うん、広いしね。もうね、この市民がくつろぐね、こういう市民の憩いの場所にね、もう朝鮮人はね、ああいうわけのわからんものを作るからね、本当にとんでもない。でもあの象の後ろでトレーニングしてるおっさんもおっさんでおもろいけどね。いやほんまね、ほらヤンフ像の後ろでヒンズースクワットって。おもろすぎるやろ。え？もう、後ろから攻めちゃうよ、みたいなね。ほんま。じゃあ、もしそしたらね、まあ、この、うんこの像はこれでいいとして、帰りましょうか。ね。もうこういうの長いこと見てるとね、あの気分が悪くなるからね。うん、ほんまやったら、いたずらして帰りたいぐらいやけど。まあ、そんなことして誰がどこで見てるか分からないしね、あの捕まっても困るしね、さらにあの日本男児ということもあって、そういうことをしてはいけない。はい、いやいやいや、まあまあそういうことでね、一応ね、あのアトランタのあの名物観光ポイント、あのバンシーブドウ、ブルックヘブンのね、あの公園にあるね、韓国人のバッチン不動でした。はい。まあ、もしね、まあ、アトランタ来ることがあったらね、ぜひ、見に来ていただければと思います。うん。まあ、その時よ、させてくれたらね、僕は、記念写真撮りますんで、うん。まあ、もしかしたら、これ iPhone から写真撮ったけど、これカメラ壊れてないやろな。ほんま、俺それだけ心配やわ。あんなクソ汚いもん取ってやで。はい。よし。いやー、でもあの白人の兄ちゃん、なかなかシュールでええんちゃう。でも、ね、ヤンフ像の後ろで、ヤンフ像っていうかバイク像の後ろで、あのトレーニングしてるっちゅうね。うん。じゃあ、そしたらね、まあ、何のどうやら分からへんけども、まあ、とりあえず、このね、自然がいっぱいで、人がいいね、アトランタ。ほんと、いい街なんですけどね、そこにもまあ、こういうね、ゴミがあると。うん。もう大体もう、この、ねえ、まあ、もうその、警告絡みはね、まあ、とんでもないんで、うん。大体僕のその何、まあ友達に聞いても、いや別に日本とね、韓国がね、その歴史がどうであるとかね、揉めても構わへんと、どうでもええと、ただもうアメリカに持ってくんだと、このゴミをね、もうそんな感じですよ、みんなほんまに。うん、もうこれね、あんまり喋りすぎるとね、もしかしたら俺動画消されるかもしれへんし、チャンネル消されたら困るんで、とりあえずまあ
こんなところでやっときますわ。うん。で、サムネの方もね、一応、ガラクタとは書きますけども、その、名前は書きませんので、はい。いや、まあそんな感じでね、とりあえずは、まあ、今日はこれで帰りたいというか、違うところに行きたいと思います。はい。今日はね、じゃあ最後までどうもご視聴ありがとうございました。まあちょっとね、お目汚ししたかもしれないですけども、まあこれがアトランタの一つのね、一番汚い観光名所のバイシッドです。はい。じゃあ、そういうことでね、皆さんも、こういう人たちにはね、気をつけて、ね、真っ当に生きていきましょう。本当に。うん。ほんま、ろくでもないわ。じゃあ今日はね、ここで、動画締めさせてもらいたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあね、バイバーイ。